はい、こんにちは、カズボウです。ポケットモンスターウルトラさん続きをやっていきたいと思います。ですね、まあこの間にねちょっとね時間空いちゃったんですけど、まあドラクエとかやってまして、まあね最近出したドラクエがね、まあ思いっきり時間使ってしまったんでちょっと配信遅れたってパターンなんですけど、まあポケモンもやりつつねドラクエもやってるので、まあちょっとね進みね遅いんですけど、まあ今回はねいけるとこまで行きたいと思います。ということでね、まあ、時間がもったいないので、前回ね、このね、後ろにね、デンジムシいるんですけど、このね、マーレインさんがね、この辺りにデンジムシ集めてきてくれっていう話だったんで集めるんですけど、ポケモンかなり強くなってます。裏作業でね、今までのとこ全部回ってきて、全部のトレーナー倒してきて、取り逃しのアイテムも全部拾ってきました。なので、ここまで来るためのアイテムは大体手に入ってます。そしてね、まあ、こういうとこ調べると、いますね。はい、ポケモンが余っている。デンジムシをね、集めてきてくれということなので、まあ、ここですね。で、この下のルートとかも全部集めてきたり、ピッピとかね、捕まえたりしましたね。何者かご飯を食べてるの跡がある。やあ、カズボウ君。デンジムシたちは見つかったかい？うん、あとは、デンナナですね。いつもおかしなところにいるんだよ。ああ、9匹のデンジムシはニックネームで呼んでいて、電1から電9と言うんだ。ああ、数字だね。あ、なんか動いてるけど、後ろ。奥になんかいますけど。なんかいたね。こっち側にね、うねうね動いていってたね。いた。デンナナさん、デンナデンナ、おーデンナナ、さすがカズボウ君助かりました。まあまあねもラッシーのように首を伸ばして待っていくから天文台に戻りましょうか。カズボウ、こんなに早くデンジムシを集めることはできる、集めることはできる。あっちが試練を行う部屋。まあね戦いになるでしょうから。まあそうやりながらね、紹介していきます。セキュリティ解除。これも前なかったですよね。このね、デンジムシの下りね、集めるとかなかったので、これも追加要素ですね。基本一緒なんですけどね、こういうマーマネがいたり、マーレインがいたりしてね。大体は一緒なんですけど、こういうね、今、トゲデマルも入ってきましたけど、あんなもなかったような気するけどね。ぞろぞろ入っていったろう。不思議な雰囲気欲しいのよと。うん、これもなかった。電1、電2、電3たち、くるくるんに、くるくるくるんに乗っていてよ。うん、電気を分けてもらう準備はできたね、マー君。敵湯？トゲデマルとデンジムシたちは仲良し。トゲデマルの特性、飛来神はデンジムシから溢れた電気を引き寄せて、漏電を防ぐんだ。ちなみに、トゲデマルのニックネームはトゲマルだよ。これもうちょっとしたら出てくると思うんですけどね。カズボウ、マーマネの試練始める？待ってたよ。わ、すごいやる気。では、試練の説明をするよ。試練変わってんのもしかして。まず、くるくるくんに、くるくるくるんって言ってました、さっき私。乗っているデンジムシたちをつなげるのです。デンジムシから分けてもらった電気でマシンを動かして、虫ポケモンを呼び出すからね。デンジムシをつなげるためにクルクルくんの角についている4つのボタンを調べてパネルを回転させるのです。実際に回転するとこんな感じだからね。ああなるほどね。まあ押したところの四隅が回るって感じですね。デンジムシをつなげるとき向きは前後ろ関係ないよ。これまで説明をまとめます。電磁虫をつなげて主ポケモンを呼び出し、見事打ち勝ってください。ちなみに、くるくるくん、こいこいちゃん、二つのマシンを使うのは初めてだったりする。それでは、マーマネの試練、始めです。また違うの出てくるんじゃないだろうな。前のポケモンと違ったらね、まあ同じかもしれないので、とりあえず名前捨ててますけど、まあ、これは、こう、あ、違う、あ、いいんだ。うん、これだね。それでは、くるくるくんの、電源ボタンオン。つながった電磁虫の電気がケーブルを伝わり、あ、
こんな感じのポケモンが出てきたような気がするけど、違うんかな。コイコイちゃんにナイスな感じで電気が送り込まれています。よし、呼ばれた主ポケモンが来るはずです。ビリッと、まあ、まだ主じゃないと思うけど。お、エレキッドが出てきた、ね、エレキッドね。これも捕まえといて損はないのでね。あ、ブビーも捕まえましたね。ガオガエン43まで上げましたね。電気置かないんで瓦割りでもしときましょう。はい、一撃静電気。あー、めんどくさい。まあ、お手入れ直しときます。はい、鬼ドリルも一応連れてきたんですけどね、虫ポケモン出てきそうな感じだったので鬼ドリル連れてきたんですけどね。ダメ押し、高速移動、ツバメ返し、気合ダメ、はい、弱い敵の時ね羽休みは使えるので、その時回復しといてみたいなねことはできるんですけどね。まあ、とりあえず直しましょうか。エレキッドも電気が大好きなポケモンだからね。コイコイちゃんに誘われたんだね。目当てのポケモンではないが、コイコイちゃんはバッチリ動くね。さあ、マー君どうする？うん、電磁虫をつなげるのが一列では電気が足りないであるならば、もう一つの回路も使えばいいのです。僕の考えが正しければさらに電気を送れますということで、カズボーマーマネの指令継続です。今度下だね。これはこれ出てきますね。案外パズルゲーやっててよかったなって思いますね、こういう時ね。それではくるくるくんの電源ボタンオン。なんかどっちかといえばね、アクションよりね頭使うゲームの方が好きなんですよね。ロープレとかね、三国志とか好きです。まあ、黄色があるってことは赤もあるのかな。コイコイちゃんにグッドな感じで電気が送り込まれています。よし、さっきよりもすごいパワーが出ている。バリバリさん、バリバリさんだって。バリ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 アード。いや、あ、エレブ、ちょっと待てよ。電磁虫使ってエレキッドとかエレブが出てくる、まさかな。まさかね、これで上来ないよな。まあいいや、瓦割りしときましょうか。あー、また電磁波バチバチになってる。技出ない時あるからな。よかった、さすがに。あ、いったいったいった。あ、また直しましょうか。お手入れ、まあ、まあ引いた時はね直しとかないと次の対戦大変なんで。ふむ、エレブーか。クルクル君は作動するほどに大きなポケモンを呼ぶようだね。すごいよマー君。だったら主ポケモンを呼ぶためもっと電気を送り込もうよ。たくさんの電磁虫をまっすぐつなげればつなげるほど電気パワーも長く送れる。しまった。ということは、しまった、もしかしてあれが出てくるんだったらタイプが違う。まあいいや、カズボー僕は分かったよ、きっと君にも分かったと思う。ということでカズボーマーマネの試練継続です。ちょっと待って、なんか眺めてるね。あ、縦につなぐんかな、これもしかして。いや、違うな。なんだこれ。あ、こういうことか。Z ね。なるほどね。すごい、カズボー。電磁虫たちがつながったね。これで大丈夫のはず。よし、それでは、くるくるくんの電源ボタンオン。そういうことか。斜めか。そうか。そういう手か。斜め向いてるもんね、そういえばね。あれ大丈夫なのかな、ケーブルが不安定だけど。あ、このままだと電磁虫電気浴びちゃう。と、トゲマル、みんなを助けてくれるの？トゲデマルは特性を飛来心で電気を自分に引き寄せる。だがトゲデマルの電気袋に収まる電気量じゃない。トゲマル、
わ、わ、わ、なんとかしなくちゃ。ガシャーン。待て、トゲで丸なの、主って。もしかして。ビリビリー。マジか。ここね、クワガノンだったんですけど、主のトゲで丸が勝負を仕掛けてきた。マジで。主のトゲで丸はオーラをまとい、ボル、あー、よかった。あれ出てくんかな、またエレキブルーだっけエレブの上あれ出てくんかと思ってちょっと焦ったけど、まあいいか、ニードルチャージもやろうか。ニードルガード、守りに対戦に入った。守りに対戦入ってると全然効かないの、もしかして。あー、もうエアブの邪魔だな。まあとりあえずこちらから倒すか。ビリビリチクチクって何？自分で技が出せない。おい。まずいな、峠で丸。ちょっと侮れないですね。レベル上げといてよかった。同じ技2回連続出せないってなるね、これ多分ね。素早さが上がった。あ、まあ大丈夫だと思うけど、とりあえず瓦割りで倒してます。イチャモンって確か2回連続で技出せなかったと思うんですけど。回復しとかないとまずいね。はい、じゃあちょっと回復しときますね。はい、ニードルガードが終わったので、まあ、ニードルチャージでスバース上げればいいけど、あっちの方が早いよね。あ、大丈夫か、もうこっちの方が早いですよ。一応弱点ですけどね、炎が。これ3バージョンってこれトゲレマルだったんかな、昔も。そんなことないよな、クリアした時そんなことなかったもん。3もやったし。あ、デデネが出てきた。あー、で、ニードルガードかなんかやりそうだから、あ、イチャモンをつけられたのに同じ技が出せない。じゃあデデンネにはどうするかな。今一つだよな。暴れとくか。でもこれデデンネに行かないよね。あ、ニードルガードを使えば暴れるで一回キャンセルできるね。あー、面倒だ。しょうがない。回復の薬で回復しましょう。麻痺も治るから。あんま使いたくないけど。でガードしてるときにデデンネ落として、今一つでもいけそうな気がするけど。ギガインパクト、まあちょっとここは覚えてみますか。瓦割り、
で、次ニードルガードかなんかやるでしょ。やんないかな。まあ、そういう時貯めるものがあればいいんだけど。ってことはバックで、プラスパワーかなんか使っとこうか。ニードルガードやるでしょ。あ、やんない。運か、完全に。うわ。まあ、しょうがないか。暴れる。まあ、最後の猛攻だからね。効果今一つ目だ。ニードルガードやったら次跳ね返るもんね、だってね。急所に当たっただけど勝手に攻撃するからね。6残ったね。じゃあバックですごい傷薬。危ないっすね、これね。まあ落ちたらカビゴンでもいいかなと思ったんだけど、混乱してるからな。あー、ニードルガードか。どっちだ、攻撃するか。あ、下下倒した倒した。はい、行きました。今一つでも、威力が120あるので、まあ普通にいけますね。他のポケモン出さなくて済んだ。ルシのトゲメアとの勝負に勝ったと。結構時間かかりましたね。カズボありがとう。トゲマルたち、主ポケモンに救われた。主ポケモンってすごいんだね。そんな主ポケモンに強さを示したカズボウはすごいポケモントレーナーだよ。それにしても主ポケモンがまとうオーラとは一体何だろう。主ポケモンを呼ぶマシンはもっと改良しないと。トゲマルも電池たちも大切な友達だから。そうだね、マー君。気になる点を見つけて少しでも良くしていく。科学の発展もポケモン勝負もそうだよね。カズボウ、見事主ポケモンを打ち負かした君に電気 Z をあげるよ。マー君、ほら Z ポーズを教えてあげないと。見てて。試練達成おめでとう。マーネも、マーマネもキャプテンお疲れ。僕もドキドキ。ああ、いとこだけどマーマネをキャプテンに選んでよかった。本来であれば島キングがキャプテンを指名する。だが浦々島は事情がやや特殊でね。なんとかかんとかキャプテンしてる。カズボすごかった。ではバトルエージェントに招待するかい。なんだそれ。マーさんすごい。なんてマーベラスなアイデア。カズボウ、フェスサークルのユニークな施設、バトルエージェントに行くよ。何それ。ああ、楽しんでくるといいね。新しいとこだね。フェスサークル。ようこそ、ここがバトルエージェントの受付。もう無条件で来られたね。自慢の施設。まずは、受付でポケモンを借りるよ。あ、借りるんだ。おう、クワガノいるじゃん。これ前の主ポケモンですね。ポケモンは3匹の中から選ぶことができるよ。ポケモンを借りたら仲間を誘おう。強いポケモンを持っている仲間を探してみよう。仲間と一緒に戦って景品を手に入れてね。なるほど、そういうことか。連勝を続けると自分のグレードが上がる。グレードが上がると強いポケモンで戦える。どんどん戦ってグレードを上げてみて。大体こんな感じでよかったら挑戦してみて。
まあそういうことですね。カズボどうだった？バトルエージェントいいでしょ？さて、カズボくん、お使いを頼まれてくれるかな？クイくんの忘れ物だよ。はい、博士の覆面を手に入れた。もう、ロイヤルマスクの覆面じゃなくて、博士の覆面って書いてんだね。カズボは博士の覆面を大切なポケットにしまった。クイくん、マリエ庭園に戻ると言っていたよね。お手数をかけるがよろしく。今度は勝負。じゃあ行こうか。マリエ庭園ね。はい、呼び方も違えば出てくるポケモンも違うと。ということでマリエ庭園に行きたいと思います。雨降り、うん、ククイ博士。おいおいおい、ククイさんよ、ポケモンリーグを作るって何土地狂ってんだ。4ターンだ。は？まとめてかかってくるといい。僕もポケモン技の研究家、スピードスターやヤキスクスなどでまとめて倒せるようバトルロイヤルでお相手しよう。マジかよ。やっちまうぞ博士、頑張れ。調子乗りすぎ、スカルダン。バトルロイヤルいいよな。一気に3匹もぶっ壊せてよ。おー、出てきた。グズマだ。ボスのお出ましだ。スカルダンボスです。ぶっ壊してもぶっ壊しても手を緩めなくて嫌われる。グズマがここにいるぜ。やあ、皆の衆、スカルダンボス、グズマとポケモン博士ククイのカード、よだれもののスペシャルマッチだろ。ククイさんよ、あんたと俺はお互いキャプテンになれなかった者同士。アローラ地方に残る古臭い風習、島キングやキャプテンなんてくだらない連中に変わる。新しいものが欲しくなるよな。だがよ、ククイさん、ポケモンリーグはいけないぜ。最強のトレーナーはもう決まっているんだからよ。僕はなれなかったではなく、ならなかったんだ。夢のためにね。花さんに勝つため、どの技が強いか探り、やっとたどり着いた答え。その時、ベストの技を選べるポケモンとトレーナーのコンビが繰り出す技が最強だと。なら、その時を生み出す場、ポケモンリーグを作らねばとね。グズマくん、君も口だけではなく、自慢の技を見せてくれよ。まあ難しいかもしれないけどね。だってカズボーがいるからね。君もそう思うだろ。ですね。島巡りの挑戦者か。なんか、よそ者みたいだけどよ。よそ者だよな。カズボーだ。最近アローラに来てね。発見、体験、大冒険を楽しんでるところだよ。カズボーが一緒に旅してるガオガエンもさぞや強力な技を使うだろう。だからグズマ君、君が最強なら戦えばいい。ち、技マニアが煽ってくれる。ジェットパワーリングか。島巡りなんかして何になるんだよ。それを探している。何もねえよ、くだらねえよ。あるんだな、それがな。まずはククイさん、あんたを壊す前にあんたが大事にしているものを壊す。破壊という言葉が人の形をしているのがこの俺様グズマだぜ。あ、まだね、なんかね、なんとか病みたいなこと言ってますけどね。土地狂ってますね、完全にね。はい、グズマ。2体しか持ってない。2体はね、6体は使えないですからね。一応虫だけどね、これね。何効くんだっけ？火効くって、これ。まあ、天候に左右されたりとかなんかあったような気がする。素早さ上げた。素早さ早かったね、セルブレード。おお、効果抜群。まあちょっとピンチになりそうだけど、落としましょうか。瓦割り。1残った。まあどっちみち落ちるんだったら最後はね、暴れるでね。最初からこれやればよかったけど、機械。ほう。アメモース出してきた。出してきたところで暴れるの餌食になるけどね。寄りました。お、凍える風。はい、落ちましたが。
まあ、カビゴンあたり出しとけばいいかな。まあ、鬼ドリルでもいいけどね。あれ確か虫だもんね、具足虫だって。じゃあ、飛行タイプとか効くと思うんだけど、なんかとりあえず虫かかりとか、ギガインパクトも覚えたんだ、そういえば。虫のさ。いや、そのまま行きますか。まあ、ガオガイにはね、部が悪かったですけどね。リバインパクト。セルブレード。お、急所に当たった。鬼ドリル。2対2だったら負けてましたね。ね、ツバメ返し。なるほど、グレートだよ。まあ、先にこれ出せばよかったんですけどね。グズマ、何やってるんだ。自分のポケモンたちにもっと破壊させてやれよ。カズボウだったか。壊しがいのあるやつとして胸に刻んでおくぞ。お前、ハウかよ。ハウかよ。こんなんなかったね、このイベントね。グズマさん、島キングの孫だからってよ、島巡りをすることはないんだぜ。こなしたって欲しいものが手に入るとは限らねえからよ。まあ、知り合いなんだね。カズボウ、いい技だったぜ。魂が震えたよ。そうだ、大事なものを渡すのをど忘れしていたぜ。君が選んだニャビー、その進化系ガオガインに持たせる Z クリスタルだ。これはね、自分使わないようにいきます。ガオガイン Z ね。ところでカズボウ、君が持っている覆面、マーレインからだろ。僕からロイヤルマスクに返すから預かっておこう。はい、カズボウは博士に博士の覆面を渡した。ハウも見てたんだね。え、うん、カズボウの勝負すごかったよね。ハウが島巡りで見つけるもの、いつかグズマに分かるといいね。そういえばリーレはどうしてるんだっけ。います。ずっと本読んでたんかな。アセロラも一緒。博士もカズボウさんもスカルダンとやり合うなんて怖い人たちだと聞きますから、私心配になります。そうかい。技をぶつけ合えば相手がどんなトレーナーでもすぐに分かり合えるけどね。じゃあ僕はラナキラマウンテンに向かう。ポケモンリーグを完成させてその時を生み出さないとね。カズボウもハウも島巡りの試練をこなし鍛えてくれよ。カズボウさんもハウさんも無理しないでくださいね。まあ今回の戦いで分かったと思うんですけど、レベルがね、こっちがね、だいぶ高くても、あの弱点使われたり、相性悪かったりするとね、まあ普通にやられたりしますんでね、まあ大事ですよね。その点今回鬼ドリルとかね、ああいう鳥系がいたら、あっち虫系だったので、まあ楽勝でしたね。カズボウ、マーマネの試練達成すごい。次の試練は11番道路を越えて、カプの村に行くんだよ。11番道路がわからなかったらおまわりさんを探すといいよ。11番道路は下ですね、これね。じゃあリリエちゃん、買い出しに付き合って。実はね、ちょっとね、レベル上げたりして下行ったんですけど、なんかね、キテルグマとかね、格闘家とかいたりしましたね。ということで、次のね、カプの村の手前まで行きましょうか。はい、こちらなんですけど、もうすでに全部ね、倒してるんですよ。行けるところまでね。で、ここにもキテルグマとかがいて、まあ、これと戦ってね、なんか技もらえたりとかね、あったんですけど、もうやってしまったので、はい、まさかの格闘 Z、しかも、島キング原さん大試練をこなせたというのか、原さんは師匠のライバル、その昔一週間寝ずに戦い引き分けた中、まあそういうね、一週間、キテルグマと戦ってたんだね。で、ここにゲートがあるので、まあ、電気 Z を持てないといけないっていう話だったんですね。おお、黄色く眩しく電気 Z。それではミニゲート開けましょう。進んだ先で挑めるのはゴーストタイプの試練です。
エンジョイしてくださいませ。ということはね、ゴーストタイプには何が効くかという話なので、またね、不意つかれる可能性があるのでね。はい。まあなんかいろいろありますけどね。おい、カズボウ。出会えてよかった。探しておったのじゃ。裏裏を巡るなら、バンバドロに乗れた方がいい。遠慮するな。アーカラでのお礼だ。はい。バンバドロが登録された。マリエで出会った時に登録できればよかったのだが、リーディエが綺麗で驚いてのすっかり忘れておったのだ。決してそなたが困っているタイミングを見ていたのではないぞ。ヒヒューン。そなた、ウルトラ調査隊を知っておるかの？よく会います。あれ、ウルトラ調査隊なんで絶対ね。何やら問題を抱えておって調査をしているのだろう。困っていれば助け合うのがアローラの人やポケモンだからな。次の試練ならまっすぐ進み、カプの村を目指すといい。カズボウの島巡り、ハプーも応援しておるぞ。なのでね、カプの村に行ってね、まあその先に試練があるので、まあその試練の前にね、まあいろいろ問題があると思いますので、とりあえずね、ここはね、あのバンバドロダッシュを覚えたので、これで、このデコボコ道、あっという間に行けるとね。この先にね、行っとけば、カプの村行けるので、そこまで行っとけばね、次楽なので、まあいろいろ出てくるポケモンもね、まあ捕まえたり、なんだりしておきますので、エレキッドとか確かここにいたような気がするんですよね。で、ここも降りないといけないので、まあカプの村の目の前まで行きましょうか、じゃあね。お、コータスとか出てきたね。まあこんなんとかも初めてなんで。まあ、炎系が結構いるかなって感じしますけど、ここは。はい、カプの村の途中にこういうものがありますね。ここは、地熱発電所。まあ、こんなとこもあったりね。ここにシールあるな。ね、太陽の石とかここにあったような気するけど。ね、これも進化するのに必要だったり、電磁虫とかもいるね。この先行って行けるようになるのかな、今作では。前作だったらいけなかったんですけどね。はい、電気ポケモンが寄ってくるというね。まあエレキッドとかね、そんなのいますね。特になんか変わってるものないと思うけど、あ、やっぱあった、シール。まあこんなのも大事なので、今、ここの、あのトレーナーがね、落雷っていうポケモン出してきたんですけど、多分トゲデマルとか落雷とかいいのかな？多分いいかもしれないですね、もしかしたらね。じゃあ、そのまま行っちゃいましょう。おう、ゴロンとかもできてますね。捕まえてますけどね。はい、途中ですね。モキド博士いるんだ。いや、カズボウ、いろんなところで会いますね。リージョンフォームも主ポケモンも研究に行き詰まったら満タインサーフ。これがリフレッシュの秘訣です。もっとも、着流しのマンタインサーファーのスコアをこなせて意地になっていますがね。では、ヌシールを集めつつ、島巡りを楽しんでください。着流し？あ、そういえば、何者なんだろう。前出てきたキャラクターだ。私はアーカラ島、艦隊ビーチで待ってますぞ。なるほどね。なんか瓶が落ちてますね、海岸行ったら。この手紙を読んでいる君へ、アローラの裏々島にいる大輔というトレーナーにメッセージを届けてほしい。マリエスティ岬にいるはずだ。マリエスティの岬にいるって、そしてあいつとポケモン勝負をしてくれないか。俺が行きたいところだが、まずは君で小手調べなんてな。ハズレの岬ってここのこと言ってるでしょ。こっちか、右か。なんだよお前、俺っちに何か用ですか。うらうらビーチで見つけた手紙のことを話した。ああ、これだやっぱり。これは憧れの安高先輩からのまさかの挑戦状。メッセージを見つけたあんたに何の罪もないが、俺っちと勝負してくれ。はい。話のわかるやつだな。よっしゃ、行くぜ。よし、これ倒したら、ね、次回ね、あのカップの村から始めましょうか。ね、フォークトレーナー大好きな勝負かけ。あの瓶見つけなくちゃ戦えないんですよ。お、デリバード。まあ、相変わらずのガオガエンですけど。まあ、違うのでもいいですけどね。もうメインこれでいきますんで、今回は。解放者覚えました。
効果抜群。水系には弱いけど氷系には強いというね。これ氷タイプかな。デリバードって違うよね。お、泥バンコ。いや、買えない。もう暴れて倒せばもういいような気がする、これは。はい。一発。倒しちゃえばね、もう強いんでね。まあ、終わった後混乱するけど。ぐぬ、お主やりおる。そりゃそうですよ。お、なんか飛んでんね。安高先輩には関東にいた頃世話になってさ、すげえ有名なジムのトレーナーで憧れなんだよ。でも最近俺っちスランプでだんだん連絡取らなくなって。だからって先輩、バカだな。こんな方法で届かなかったらどうすんだよ。何のゆかりもないお前だが勝負できてよかったぜ。お詫びのお宝やるよ。 お団子真珠。まあお金になるかなって感じですね。先輩に負けないぐらいのトレーナーになるために今から島巡りでもすっかな。いつか関東に行って強くなった姿見せたいしな。なるほどね。ということで、まあ、今回はね、ここで終わりましょう。次回ね、カプの村入るところから始めたいと思います。まあね、サーフィンも気になりますけど、あれはあれでね、またね、違う時で、ね、やろうかなと思います。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。